はい、どうも制御チャンネルです、今日はバファローズフィールド、ベースボールフォーカスの一環の中で始めたバファローズについてちょっと今日はお話をします。交流戦、中島聡監督、そして並びスタッフね、そしてコーチングスタッフ並び選手の皆さん、おめでとうございます。よかったですね、交流戦これ優勝できましたね。ちょっと現状ね、今季のオリックスはちょっとざっとちょっと前半戦、リーグ戦ちょっと始まる前だけど、ちょっと語りたいと、このように考えます。じゃあ、質問なんかあれば。ズバリ、後半戦はどうなると思いますか？後半戦ね、僕ね、鍵握るのはね、能見投手だと思ってますね。もう先発陣はね、もう安定期に入ってるっていうのと、まあ、山本由伸、田島、宮城、まあ、ここはね、山岡か、がっちり、来てるので、まあ、疲れも出てくるだろうけど、でもね、打線との噛み合いが随分できてきてるので、良くなってくる。で、後半戦でやっぱその能見投手が、本来ね、その今、抑えが、まあ、いわゆる、まあ、形という、まあ、勝利の方程式みたいなさ、これがもうだから平野さんが来て戻ってきたことで確立されるのか、ヒギンスがいることで確立されるのかっていうところで、みんなちょっとね、まだちょっとそこで不透明な部分があるんだけど、そこでやっぱだから能見投手なんだよ。能見投手は能見さんがなんか僕は救世主というかね、そこになるっていうふうに私は感じて、だから後半戦は能見投手が後半を終盤しっかり抑えてくれると、オリックスのこの A クラス、いやいや優勝もね、ひょっとするとひょっとするっていうぐらいのところにまで来てるんです。安定期に入った投手陣プラス能見さんがしっかりしてくれれば、後半戦のそうだね、より前に行けるんですね。で、中継ぎ陣もだって澤田投手がちょっと復活してきたでしょ。これ僕言ってたじゃないですか、このチャンネルで。澤田投手っていうのは一つのこう脈っていうか大きいよね。だからまあいいんですよ、一人でもずんといれば。中継ぎってそんなになんか大勢頼らなくても、ホールドでビシッと一人いれば、あと問題はだから後ろなんで、火消しが、そこに能見さんがポイントでこう、平野ヒギンスっていうところに行く、うまくそこにはまると、本来の能見さんの形がまだねできてきてなかっただけに、そこだけがちょっと不安材料だったけど、まあ、1、2番の固定っていうところで言ったら、やっぱりね、福田宗っていうこの1、2番が固定できたことはすごく大きいかな。で、今日大久保さんから LINE 来てさ、さっき LINE 来て、やっぱり宗選手のサードが守備が意外にうまいのが、びっくりですって。だからまあ馴染んできたんだろうね、だいぶね。まあ、外野やったりセンターやらされたりとかいろいろしてたから、まあ、そういったことで言うと、まあ、随分慣れてきたっていうのは、まあ、本来柔らかさとか宗選手は持ってるんでね、まあ、だからこの 1,2 番の固定は大きいっていうことかね。で、あとね、これ僕はこのオリックスはね、多分ファンの方も多分感じてらっしゃると思うけど、福田っていうスピードをから生かせる選手が一人いて、本来もう一人欲しい、もう一人欲しいんです、足を使える。だから小田とか小田選手、もしくは後藤選手で、本来まあ西浦選手がいればそこがうまくできるんだろうけど、これ僕ね、交流戦見ててね、交流戦のラストスパートかかるとこで西野選手が帰ってきたんだよ。
西野選手のセカンドっていうのはすごかったね。やっぱり安定してるっていうか、だからもしそのスピードっていうことで考えていくんだったら、その辺だから小田、それから後藤で、西野、ここら辺が後半戦スピードに増してくると、4番を打つ、ね、クリーンアップがかかってくると、例えば T 岡田選手、それから杉本選手、まあ外国人でもロメロ選手ね、ここら辺がねフル回転でまたモヤの芸術的なバッティングが生きてくると、これオリックスちょっとやばいっしょって話になります。うん、まあ前半ちょっといろいろねオーダーがなかなか定まらないとかさ、いろいろあったけど、まあうん、1,2 番が固定できればね、ただやっぱセカンドはね、日替わりっていうのはちょっと気になる。そこは固定してほしいです。そこはちょっと、まあでも今の状態でね、なかなかちょっと固定できないね。やっぱり足立選手がほら毎試合出場できないってこともあるし、あとセカンドって例えばじゃあ使えるとやっぱその西野がやっぱキーマンになってくるんじゃない、ここはね、まあ、そういうふうに僕は感じてます。そういうことでね、今年もバファローズね、もう、もうこれからエンジン出すと、こっからが勝負なんで、みんなで応援しましょう。ポルズフィールズでした。ありがとうございました。